こんにちは。カナダ在住のメタスです。1月6日、議会襲撃の続報、計画的だった証拠なし、アフガン陥落直前、警告があったということで話をしていきたいと思います。はい、最初にまずアフガニスタン情勢からね、毎回しているお話からいきたいと思います。で、まず皆さん、昨日の動画にね、コメントたくさんありがとうございました。で、その中でね、アフガニスタンに関するニュースってどんな感じなんですかって、そのテレビに関することが僕全くわからないので聞いてみたんですが、なんとなくわかりました。その、僕がちっちゃかった頃の 9.11 以降の時と、あんまり変わってないかなっていうような感じがしました。はい。で、あとはね、コロナで大変だ、みたいなニュースが、すごいらしいですね。はい。心中お察しいたします。皆さん頑張ってください。はい。で、とりあえず皆さんたくさんの動画じゃない、コメントありがとうございました。はい。では、今からの動画なんですが、今日8月20日、カナダ時間で撮っている動画です。で、日本でいうところの21日の午前中になりますので、その情報古くないというふうに思われるようなものもあるかもしれませんが、それに関してはご了承いただけたらというふうに思います。何分アフガニスタンもものすごいスピードでね、いろいろ変わってますからね。はい。で、まず、アフガニスタン各地で反タリバン抗議活動っていうのが起きています。で、それに対してタリバン兵が銃撃するというような事件が起きているようでして、多数の死傷者が出ているという状態ですね。なので、よくそのタリバンはすごく平和になったんだ、みたいな話があったりとかするんですが、やっぱり現実はそうじゃないんじゃないっていうようなことですね。はい。で、あとは、そのジャーナリストの人がね、引きずり回されてたりとかしているので、本当に今、現地に残ってる人っていうのは怖いんだろうな、っていうふうに僕は思ってしまいます。はい。で、今、アフガンからの避難っていうのが続々と続けられているわけなんですけれども、その中でもアメリカ軍の作戦って今、中断しているそうなんですね。というのも、例えばアメリカ人をアメリカに避難させるって言っても直接行くわけではなくて、一旦中継地を挟むと。で、それがどうやらカタールが基本だそうなんですね。で、その今、受け入れ先のカタールがキャパオーバーになっちゃって、で、そこが中断したせいで、もう米軍の避難作戦がもう丸々中断状態で、飛行機はあるんだけれども飛び立てないみたいな状態になっているそうなんですね。で、さっきまた出てきたのが、そのすぐにでもまた再開できるみたいな話なんですが、そのすぐにでもって一体じゃあ何時間後、何分以内みたいな、そんな話がわからないわけなんですね。はい、っていうかなり混乱している状態なんだなっていうような感じがします。で、先ほど国防総省が会見開いてそこで言っていたのが、24時間で6000人退避させることができましたって言ったんですね。で、そのうちアメリカ人は数百人ぐらいしか入ってないそうなんですよ。言い分的に多分ね、多く見積もっても400人いかないぐらいだと思います。って考えると、ほぼもう9割程度はアフガニスタンから逃げたいよっていう人たちを運んでいるんですね。で、ここで浮かんでくるのが、じゃあ、全然アメリカ人を送り出していない理由っていうのは、それは意識的にアフガニスタンを助けようとしているのか、イコールそのアメリカ人を半分見捨てている状態ですね、優先順位的にね。なのか、それとも、そもそもアメリカ人が空港にたどり着くことができていないのか、この辺の答えって出てこないんですね。だって彼らわかんないって言ってますから。はい。で、一応国務省は北順にどんどん送り出してあげるよと、その予約制とかじゃないよっていうふうに言ってるんですが、その北順に送り出してあげるっていうのは、アメリカ人だけの話じゃなくて、実はアフガニスタン人も含まれているのかとか、この辺がはっきりしないし、多分彼らもはっきりしてないと思うんですね。っていうぐらい現場が混乱してるので、こういうことが起きてしまうのかもしれませんが、ただやっぱり自国民をしっかり助けることができないっていうことがもし現実としてあるのであれば、その空港まで行くのが難しいのであれば、かなりひどい状態だなっていうふうに思ってしまいますよね。はい、っていう衝撃的な話が出てきていました。で、この避難なんですけれども、飛行機代がね、自腹だそうなんですね。で、一応国務省のホームページを確認してみたんですが、2000ドルくらいかかるそうなんですよ。下手すると2000ドル以上。日本円にすると20万円以上はかかるそうなので、大金持ちだったら別にいいやって話かもしれませんが、一般人からすると20万ってめちゃめちゃでかいじゃないですか。こんなの僕払いたくないなって思っちゃったんですが、一応これなんですが、そのローンとして後払いにさせると。いうことで、で、支払いが完了するまではパスポートなどの更新は不可能にするっていうようなルールらしくて、これ、法治国家なので、ルールで決められている以上、法律で決められてるんだったら、それに従わないといけないよねっていうのは僕はその通りだなって思っちゃうんですよ。なんだけど、やっぱりもやもやするところ出てきますよね。で、この話って、武漢から日本人避難させるっていう時もなんか似たような光景見た記憶があって、アナをね、確かチャーターして、で、8万だか9万円でなんか出させるみたいな話になってたじゃないですか。最終的にどうなったのか僕よくわかりませんが、あれにだいぶ似てるなというふうに思いました。ただ今回の話、武漢と違うなっていうふうに思うのが、武漢の話っていうのは、あれは中国政府がロックダウンするからって言って、で、飛行機が飛ばなくなっちゃったから閉じ込められちゃったわけなんですよね。今
回はアメリカ国民が今閉じ込められてますと。で、その原因作ったの誰って言ったら、アメリカ政府がアメリカ軍の撤退っていうのを自分たちのスケジュール通りに無理やり進めていった結果こうなっちゃったわけでしょ。っていうことは、アメリカ政府が直接生み出した混乱なのに、それにもかかわらず自腹で払わなかんのかいっていうところで僕はものすごいモヤモヤするんですね。で、これに関しては、連邦議会議員の人たちも今、いろいろと非難をしているので、おそらくこの後、今週来週ぐらいのところで、下院議会が今休会中なんですが、また再スタートするんですね。そこでおそらくこの話が出てくるんじゃないのかなというふうに思います。で、よっぽどこれでね、その自腹をやめさせるみたいな話、を反対する人いないと思いますから、まあ結局なんとかなるんじゃないのかなっていう楽観視は勝手にしています。はい、どうなるかわかりませんけどね。はい。で、今のこのアフガニスタン情勢の中で皆さんこれ、まあ実際動画なんですけど見ました？これ、せめて赤ちゃんだけでも無事でいてほしいっていう、まあ多分お父さんだと思うんですが、が空港警備に当たっている米軍兵に自らの赤ちゃんを託すっていうシーンが話題になったんですね。これが昨日だか一昨日ぐらいで、でその後このアメリカ軍の兵士が後ろで引き取って、でこうやってあやしてあげてるっていうね、まあそういうようなところも出ていたわけなんですが、これ続報がちゃんとありまして、その後に無事親子空港の中で再会できたそうなんですよ。これは本当に良かったなっていうふうに思って、まあ、今いろいろぐちゃぐちゃになってるだけ、中でも一つ明るいニュースかなっていうふうに思いましたから、皆さんにご紹介させていただきました。はい。で、ちょっと話ガラッと変えまして、ウォールストリートジャーナルのすっぱ抜き記事を一つご紹介したいと思います。7月13日の時点で、アフガニスタンのアメリカ大使館が、国務省にタリバンによる陥落、アフガニスタンの政府陥落っていうのを早期に警告していたと。で、今の計画のままでやるとアメリカの関係者が絶対取り残されちゃうから退避プロセスを変えろというふうに訴える電報を出していたんだけれども結局このざまでしたっていうそういう報道なんですね。これに対して国務省は電報は8月31日までに陥落するだろうっていう話だったからこんなに早くないということなんですね。まあ、なので、まあ、確かにその通りかもしれないし、まあ、国務省はね、すべての現地からの、電報を参考にいろんな結論を出してるんだっていうふうに、まあ、自分自らを弁護しているようなことを言ってるので、まあ、責任逃れっていうふうな見方もできるかなっていうふうに思うんですが、まあ、この電報っていうのが果たして本当に、なんだろうな、聞き入れられるべきだったかどうかっていうのは、まあ、この後、まあいろいろね、その政府の中で責任どうするんだって話の中で多分取り上げられるのかなっていうふうに思うんですが、僕としてはやっぱり判断ミスしちゃったよねっていうふうに思わざるを得ないんですね。で、今回のこの話、本当に、その国務省なり国防総省なり大統領府なりが責任逃れをすればするほど、アメリカっていう超大国の諜報能力の低下っていうのが露呈してると思うんですよね。これ別に、例えばなんだろうな、極端な話、どっか、ほどほどな国ないかな。こういうのをその日本とかロシアがこういうこと起きちゃいましたってなったらそういう国って基本的に諜報能力ある方だと思われてるじゃないですか。だから大問題だと思うんですね。アメリカももちろん。で、それに対してじゃあ例えばアフリカのどっかの国、コンゴ民主共和国でこういうことになっちゃいましたっていうふうになっても、なんかそれはまあ国によってね諜報能力の差があるもんねっていう話で落ち着いちゃうじゃないですか。でも今回アメリカですよ。アメリカって世界大国じゃないですか。軍事力も世界トップじゃないですか。そんなところがたかが一つのテロ組織に出し抜かれてるわけじゃないですか。それってどうなのっていう話になってきますから、まあ確かにね、そのタリバン自体もめちゃめちゃしぶといですし、強いんですよね。ので、まあそういうところもあるのかもしれませんが、だからといってアメリカがここまで出し抜かれちゃダメでしょっていうところになりますから、この話を聞けば聞くほどね、本当に怖くなってくるんですね。大丈夫かなこの世界っていうふうに思ってしまうところが正直あります。はい。で、今回のこのアフガンのいろいろな事情を受けてですね、また今日バイデンが会見を開きました。で、何を言ってたのかざっくりまとめていきたいと思うんですが、まず今現在6000人の米軍を投入していると。で、NATO と協力して救助作戦を実行中です。タリバンが攻撃をしてきた場合は反撃をします。イコール、攻撃が来ようもんなら戦争になるかもしれないという可能性を秘めているということですね。で、アルカイダを潰すためにアフガニスタンに行ったんだと。そして壊滅させることができたんだから、私のこの撤退に関する決断は間違ってなかったんだっていうふうに言ってて、確かにその通りかもしれませんよね。でも今のこのタイミング、その退避のやり方によってアフガニスタンめちゃくちゃになったわけじゃないですか。で、この後もし仮にアルカイダが復活しようもんなら、それって撤退のやり方がまずかったからだよねっていうふうにされかねないので、まあこれに関しては僕は
ちょっと厳しいことになるかもしれないなっていうふうに正直思ってしまいます。はい。で、たった11日でアフガン政府軍が崩壊するという統一見解はインテリジェンス部門からはなかったということで、まあ、改めてそのインテリ部門があんまり機能してないよねみたいなことを言っちゃったと。テロ組織に出し抜かれちゃいましたよってことですね。で、現地にいる人で空港にたどり着けない人はいない。ん?って話ですね。で、どれくらいのアメリカ人がアフガニスタンにいて、で、アフガニスタンの中のどこにいるのかが把握できていないということで、まあ、政府としてもかなり混乱している状態であるということですね。先ほども言いましたが、その、アフガニスタンから24時間以内に脱出6000人だと。で、その6000人のうちの、まあ、多くて500人、400人ぐらいがアメリカ人だと。で、なんでそんなに少ないのかって言ったら、優先順位をつけてるのかもしれないし、または、バイデンが言ったのとは真逆で、たどり着けない人がいるんじゃないんですかっていうところもあるかもしれないわけなんですよね。はい。まあ、この辺はね、まだ真実がわからないんですが、とりあえずね、誰も危害加えられずに、しっかり安全にね、帰ってこれることを祈っています。はい。で、電報の件の話さっきしました。これに関しては、バイデン政権としても、把握していると。で、それに関するようなものは日々たくさん受け取ってるからどうのこうのってなんかよくわかんないこと言ってたんですが、まあ、純粋にね、自分の自己防衛のために言い訳をしてたので、多分それでわけわかんないこと言ってたと思うんですが、まあ、要は、受け取ったけど、まあ、いろんなもん受け取ってるからね、みたいなこと言ってて、うん、ごめんなさい、僕も口で説明できないですが、よくわかんないです、答えがね。はい。で、とりあえずですね、今回の会見全体見て思ったのが、まず雰囲気がやばいと。後ろにそのカマラ・ハリスなり、オースティン国防長官なりが立ってるわけなんですが、もうなんか、みんな、なんだろうな、貧乏神か何かに取り憑かれてるんかな、みたいな感じの負のオーラを感じましたね。で、一番まずいなって思ったのが、その、最初にプロンプター見ながらいろいろ喋ります。その後恒例の質疑応答に移るわけなんですが、事前に用意された指名リスト6名の質問に答えただけ。で、それ以上の質問は取らずに、そのまま帰ってくっていうようなことをしちゃっていて、これはどうなのかなと、今、ただでさえ国民の命が危険にさらされていて、で、メディアはそれをね、正しい情報を伝える義務がある。で、その情報が出てこない。どうしろって言うんだっていう話になってくるんですよね。なので今回そのアフガン情勢云々も非常に大事なんですが、この米国の急速な威信の失墜っていうのがすごく気になるんですよね。先ほどこの動画撮る直前に見たのがイギリスのテレグラフっていうメディアが出してたのが、もうバイデンは失敗の象徴だから災害の象徴みたいなそんな感じの記事出してて、まあかなりボロカス言われていますね。まあ今回のアフガニスタンの混乱の、まあ、責任を負うべき人間だみたいなことを書かれていて、海外からもかなり批判を受けているというような状態が今ですね。はい。まあなので本当にアメリカっていうのは僕の中でもその、多分皆さんの中でもそうだと思いますが、まあ超大国じゃないですか。そんな国がこんなことになっちゃうのって、それ世界中にとって危機的な状況かなと僕は思いますから、なんとかし、ね、もうこれなんとかしてしか言えませんが、なんとかしてほしいですよね。はい。ということで、アフガニスタンに関する話でした。じゃあ最後にですね、1月6日の議会襲撃事件に関する続報をいきたいと思います。これ、リューターズが出した記事なんですが、まず前提としてお話ししておきたいのが、このリューターズの記事は、5人の、関係者の話によるとっていうものですね。まあ、捜査関係者の話によるとっていう話で、まあ、そういう系の話が出てきた時って、基本的に僕かなり疑ってみるようにしてるんですね。ただ、今回の話なんですが、民主党にとってめちゃめちゃマイナスの話なんですね。で、それをなんとかちょっとでも和らげようとしてるのかなっていうのが、まあ、タイトルのね、単語の使い方にも現れてきていて、っていうところがあるので、多分本当です。なんならもうちょっと、ちょっと柔らかく出てきてるぐらいかもしれないっていうふうに個人的には思っています。はい。ということで、一応ね、人それぞれ情報のその、リテラシーの度合いとかが違ってて、取り出し方が違うと思うんですが、僕としては今回のこの話、真実だと思って皆さんにお話ししたいなというふうに思います。現在、議会襲撃事件ですね、あれによって570人近くが、ま、逮捕されたり、起訴されたり、不起訴だったり、有罪判決出たり、無罪判決出たり、まあ、いろいろしているわけなんですね。そんな中、捜査関係者によると、議会襲撃が、極右組織、いわゆるプラウドボーイズとか、オースキーパーズっていうところですよね。ああいうところであるとか、トランプ支持者による計画的な襲撃であったとする証拠が、現時点で十分でないっていうふうにしてるんですね。これかなり柔らかい表現したんですが、すごい、直接的な言い方すると、証拠はないっていう言い方になるんですね。これ、なんでこうなったかって言ったら、
証拠がないからなんです。はい。彼らの今のやり方って何かって言ったら、まず最初にとりあえず逮捕をしていって、で、その時に一つのなんか話を作ってるんですよね。計画的に襲撃をしたであろうっていう、その一つの、なんだろうな、話のもとに逮捕をどんどんしていってるわけなんですよ。で、それに沿うような証拠を、まあ、証言させるなりして出そうと思ったけれども、誰もそういうのが出してこないから、まあ、結局そうならないよねっていう風になってるんですね。で、この計画的な襲撃って彼らが言ってるのは何か？まあ、要はこれ弾劾裁判の時にも言われていたものになるんですが、一体何なのかって言ったら、まず、爆弾の設置とかあのあたりですよね。あのあたりからも全部計画的であって、で、どの場所から突破をしていって、で、議会の中のどの辺を通っていって、で、さらに、議事堂の中にいるペンス前副大統領、または、ペロシ下院議長をひっ捕らえて、まあ、それによって、まあ、命を取るなりして、議会を制圧。それによって、選挙結果をひっくり返そうっていうのは、まあ、壮大な計画っていうふうに言われていたわけなんですが、まあそもそもそれを証明する証拠がもうほぼ出てこないということがもう捜査関係者の中で今知れ渡っているということなんですね。で、さらに言うと、逮捕されている中でも、まあ90から95%は偶発的なものだと。要はその場にいて、なんかみんながどんどん議事堂の中に入っていくぞ。じゃあ俺らも私も続けみたいな感じで、ついていった人がまあ9割9割5分だと。で、残りの1割弱こそが、今回計画的にやったんじゃないかっていうふうに言われていた武装組織、いわゆる極右組織だったわけなんですけれども、結局その大掛かりな計画というふうに決めつけていたものもなかったというような話だそうなんですね。まあ、この辺どこまで皆さんが信じるかは皆さん次第かもしれませんが、僕はこれかなりあり得る話だと思っています。まあ、なので、そもそも弾劾にまで持ち込まれた話だったわけなんですけれども、やっぱり適当に話でっち上げられてたかもね、みたいな、そんな話になってきているということですね。はい。っていうのが、ま、1月6日の真実になるだろうというような話ですね。はい。で、今回ですね、ちょうどいいので、一つ再放送だけしときたいと思うんですが、ワシントンポストが訂正記事出した後も、未だに誤情報を拡散する著名人がいらっしゃるので、まあ、皆さん、変なことに惑わされないように、こう再放送しておきたいと思うんですが、この議会襲撃、議事堂襲撃事件で5名の方が亡くなりました。そのうちの1人が有名なアシュリー・バビットですね。この人は撃たれたわけなんですが、他の4人に関しては自然死、またはまあ自業自得の亡くなり方だったんですね。よく話に上がるのはブライアン・シックネックっていう、この人議事堂警察の方です。この方はトランプサポーターによって、頭をですね、消火器でぶん殴られて、その結果脳挫傷か何かで亡くなったんだっていうふうに最初言われてて、で、それを理由に、この議事堂の暴動っていうのがひどいものだったんだみたいなことになってたわけなんですが、結局、翌日単に ご自宅で脳卒中で亡くなってられただけだったんですね。で、これもちゃんと検視の結果が出ていて、その外傷もなければ内傷もないと。まず外傷ない時点でどうやってぶん殴られたんだって話なんですよね。っていうところがあって、もう話が辻褄が合わないんですよ。っていうのはもう1月9日ら辺の時点で、いわゆるその陰謀論メディアだってこき脅されるゲートウェイパンディットが一番最初に報じてたんですよね。でもそれも無視されて、ただ実際はワシントンポストが認めたように、やっぱりゲートウェイパンディとかそこは正しかったよねみたいな感じになったわけなんですね。はい。まあ、なので、よく取り沙汰される警察官の話っていうのはあれ単なる自然死で、で、遺族もこんなもの政治に使うなっていうふうに結構怒ってるんですが、政治家はそれは一切聞かないということですね。で、あとは、二人が心臓関連で亡くなってるのは、これ多分なんかもう暴れて走り回ったりとかして急に打ってなって亡くなったとかそういう話かなっていうふうに思います。で、あと薬中はね、もう勝手にしてくださいって話ですね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、5名亡くなったって言われてるんですが、そのうち4名はね、もうほぼ自然死と言ってもいいんじゃないのかなというような状態だったということですね。はい。でもここで一つ忘れちゃいけないのが、警察官で100名近くの負傷者が出てると。これ確か70名くらいだった報道もあった気がしたんですけどね、ちょっと報道によってね、これ数がぐちゃぐちゃなのでもうよくわかんないんですが、それは確かにあるんですよね。なので、この570人の中でも少なくともこの負傷に関わった人に関しては、僕は起訴されて当たり前かなと。で、逮捕されて当たり前だと思うし、何かしらの罰はしっかり受けるべきだと思います。でも、だったら、去年の BLM のごちゃごちゃの時とかに同じようなことをやれよと。同じぐらいのパワー使って報道しろよという話なんですよね。この平等性が全くないところが僕も気持ち悪くて腹が立つんですよね。はい。っていうところがあるので、別にこのね、100名の方々ほかっとけなんて僕は言いません。
ただ、この人たちのことを言うんだったら、だったら BLM の連中とかね、あのあたりにも言えよっていう話になってくるわけなんですよね。はい。っていうふうに、まあ、これでね、結局その、いろんな人によって意見がね、ぐちゃぐちゃで対立したりとか今してるのかなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、結局何が悪いってメディアが悪いなって話ですね。はい。ということで、今回の話はまとめていきたいと思います。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、また箱を上げてみました。ちょっと深めでね、ちっちゃい箱にしたんですが、デブちゃんまた気に入ってくれました。はい。そしてダブルデブちゃんっていうね。はい。どうでもいいですね。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。